大鳥圭介です。こういう人がおりましたね。もう死んだか。大鳥圭介です。冗談はさておいて。あのね、じゃない、俺ぼちぼち金が入ってきそうな感じで億万長者になりかけみたいな感じなんやけどね。打ち上げると、電子書籍70冊16、7万。それでこの間1年ぶりにちょっとブログのしたら、一発で99冊売れてね、1万円。で、この10万入ってくるでしょ。それで生活等でも金入ってくるからね。それとね、まだ、なんかいろいろあるんですわ。ないか。それだけでもね、足に、広告をしてですわ、メルマガとかね。2万円かけたらそれ倍ぐらいなんですよ、多分。並んでもね、いろんなことできて、億万長者になりかけでね、ちょっとね、一つね、困ったことあってね、俺、なりかけになったらね、何もしないことになってる人間って。面白いね。例えば昨日は100メートル走を見て宇宙のこと見て、今日もね何もしないんですわ。そういうこと何もでもあるんですよ。無料オファー500円50万稼いだとかね。それ調べてみればわかるんですよ、検索から。それとアフリエイトセンター。無料オファーっていうのはね、なんか情報収集みたいなのも売っとんですよ。それをとにかく、メアド登録してもらって500円入るって、そんなやつあるんですよ。それで50万、ポイントサイトもある。で、メモ帳見てたら、わしのメモ帳見てたら、億万長者になりますよ。だから、することなんぼでもあるけどね、余裕ができて何もしない。だから、これ困ったもんだよね。だから、そこは困ったもん。完全にしない。で、パソコンもね、ずーっとね、前1週間前ぐらい開いてたんですよ、2週間前。一つも開かない。困ったもんだ。だから、こういう性格なんだね。だから、金持ちになる人はね、やる人は立て続けやると思うの。女みたいな、やっぱりから。ほいでね、あるね、バナナディスクさんちが、工場勤務の人ね、下げましたんで、20億稼いだやつは、情報商材1万9000なものやつを、1万5000か1万本売って、1万なも売ってね。その方に、まあ、別に大手聞かんでもいいけど、それ作ったもんは大したもんだけど、およしとしよう。ほい本もあります、サービスに教えておりますよ。俺も読まなあかんなって、結局読んでないでしょ。ほいで、今、メモ帳のこの YouTube の見たらね、ほとんどやってない。やれば金なんだけどね。だからある程度まで来たら俺も、なんか、これと一緒やな。わし、親がおった時にね、仕事をダンプカーでも1年続けたんですわ。ほんとボーナスもらったらすぐやめてね。だから性格はね、こうのんびり、なんかのんびりしてね、いつ